たばんのはまだ早いぜ。聞きたいことがあるっつったろ。誰がてめえなんかに。じゃチクるしかねえんだけど。待て、言えば絶対にチクらねえって約束できるのか。ああ、組織の忠誠心も大事だろうけど、ちった人を信用してみろよな。おめえを信用しろって、さいざいちょっとめんどくせえやつだな。よし、じゃあチクり開始。何？おい、店長呼んでくれ。こいつがハンピン・リューマンの名前使って弱えもんからカツアゲしてた件で話があるってな。分かった、しゃべるしゃべるってよ。お前らの聞きたいことは何だ。ソープランドの店長を？なんで真渕さんがソープの店長なんて殺すんだ。あそこは清流会の島だと。何かの間違いだろう。でも今のところそう考えるのがストレートなんだ。まあ直接真渕に聞いてみなきゃわからねえけどな。マジで犯人は真渕さんなのか。私電話で聞いたのよ。手下がラオマーって呼んでいるの。確かに真渕さんは直属の部下にはそう呼ばせてるけど。え？おい、て、おめえだってラオマーって呼ぶんじゃねえのか。いや、おら呼ばねえ。だって俺中国語は喋れねえんだ。え？あんたリューマンなんじゃねえのか。バカ、ハンピン・リューマンが結成されたのは俺らのじいさんの世代だ。確かにそいつらはみんな中国語喋れた。だが2世3世にあたる俺ら世代は生まれも育ちも日本で、だからその世代の中国語の能力は人それぞれ。俺が知ってる中国語なんてニーハオとシェイシェイくらいのもんだ。国籍だけの中国人ってことか。ああ、でも国籍があればまだマシな方さ。不法滞在者の間に生まれた子供は戸籍さえなくて学校にも行けねえやつも多い。リューマンには字が読めねえやつもたくさんいるんだ。一昔前のヤクザみてえなもんか。組織はそういう人間の受け皿にもなってるわけか。それも結束力の理由の一つだな。真渕ってのはどんなやつなんだ。真渕さんもこの町の貧困の家で生まれた。だがあの人は努力家でよ。死ぬほど勉強して一流の大学出て中国語、英語、さらに韓国語まで話せる。本人が切れ者だから側近の部下も頭が切れる人間しかつけねえ。俺なんか真渕さんと口も聞いたことねえよ。じゃあ真渕の居所は。知らねえよ。電話番号は。だから知らねえって。知るわけねえ。同じ組織でも俺らとは住む世界が違う人なんだ。てめえはったりかます気じゃねえだろうな。嘘じゃねえよ。本当に知らねえんで。こいつ想像以上の下っ端だったってことね。あんた綺麗な顔して口は最悪だな。確かに、わざわざこんな店に潜入までして無駄足もいいとこだったが。たく、お前も散々痛めつけといてひでえ言い訳だね。だっておめえリューマンの癖して真渕のこと何にも知らねえじゃねえかよ。しょうがねえなこりゃ。まあいい、もう言っていいぞ。お前ら。あ、なんだ。どうせいつか俺のことはチクるんだろ。は？どうやらお前なんか勘違いしてんな。な、何を。俺らの知り合いが死んで、それに真渕ってやつが絡んでると俺らは思ってる。だから真渕の情報をどうしても聞きたくてお前に手荒な真似をしちまった。で、お前は被害者面してるけど、元はといやお前がやった悪さが原因だろ。まあでもな、俺らはお前を殺す気もねえし、ついでにお前が組織に粛清されて死体になるのも見たくねえんだわ。信用しろってさ。チクらねえって
嘘じゃねえ。これ以上何も知らねえようだし、もう用はねえから、とっとと家にでも帰って。何も知らねえってことはねえ。え？他になんか知ってんのか？俺の知ってることといえば、そうだな、まぶしさんはやり手でいくつもビジネスを抱えてる。その中でも一番太いしのぎがハンピン貿易講師だ。ハンピン貿易講師？まあいわゆる貿易会社だな。中国から食材や調理器具を輸入して日本の中華料理店に卸してるんだ。中華街の高級レストランだってまぶしさんの会社から仕入れてる店がある。まぶちは中華街が嫌いなんじゃねえのか？そりゃまぶしさんなりの復讐なのさ。会社設立の頃は中華街の奴らは誰もまぶしさんの会社を相手にしなかった。だけどハンピン貿易公司の輸入する品物はどれも一流品、しかも卸値が破格に安い。世の中ずっと不景気だ。となると中華街の連中も安くていい商品は無視できなくなる。ついにはまぶしさんに頭を下げて取引させてくださいってな状態よ。今やまぶしさんが輸入した食材がなけりゃ営業が成り立たねえ店もあるほどだ。なるほど、それがまぶちの一番太いしのぎか。ってことはそのハンピン貿易講師にまぶちは顔出してるってことだよな。そりゃどうかな。昔俺がバイトしてた時は一度も見かけなかったが。バイト？浜北公園の奥にハンピン貿易公司の倉庫兼事務所があんだよ。そこで中国から船で運ばれてきた商品を倉庫に入れる荷卸しのバイトをしてたんだ。1ヶ月くらいやってたが、まぶしさんは一度も見たことねえよ。1ヶ月って短っ。こいつ根性なさそうだもんな。バーカ、荷卸しはとんでもなくしんどい仕事なんだぞ。よし、俺たちもやってみねえか、ハンピン貿易講師のバイト。いやでもやったところでよ、マブチに会えるかはわからねえんだぞ。とはいえ今つながる線はそれしかねえ。そうさ、直接会えなくったってマブチにつながる何かが見つかるかもしれねえだろう。それに乙姫ランドが潰れてみんな無収入なんだし。待てよ、倉庫のバイトの多くがリューマンの若い奴らだ。お前らみたいな日本人が行ったところで怪しまれるだけだ。宿っちゃくれねえぞ。なるほど、じゃあまたあの人に頼むしかねえな。だな、ハロワの神戸さんに相談するか。あの人ならうまいこと倉庫作業ぐらい斡旋してくれるかもしれん。ちょっとは給料も手に入るだろうし。お給料もらいながら情報も手に入る、悪くないわね。荷下ろしは女には絶対に無理だ。そんな甘い仕事じゃねえ。バカにしないでよ、キャバ嬢は重労働なんだから。じゃあ決まりだな、明日の朝一にハロワに行って都合してもらおう。よし、そんじゃ今日のとこは引き上げるか。あのよ。うん。俺がホームレスから金を取り上げてたこと本当にまぶしさんに言わねえでいてくれんのか。マジで怖えんだよ、まぶしさんは。何度も言わせんなよ、大丈夫だ。でもあんたもなんで急にハンピン貿易講師の話をしてくれたんだ。本当に内緒にしてくれんなら仮になっちまうからな。だからよ、仮だなんてやめてくれよ。信用してくれたんだね、ありがとうよ。あ、それとよ、今度から女の子の嫌がることはすんじゃねえぞ。ああ、今度からはキスとかおさわりだけにしとく。それならいいんだろ。一番、やっぱここでやっちまおうよ。いや、飲むだけにします。おとなしく飲むだけに。ねえ、おい、
わかった。このおっさんの人形、メキシコをイメージしてんだろ。ここはタコス屋だからな。俺結構好きなんだよ、タラフク食いてえな。マジか。うまいかもしれんが、それだけ食い続けるのは辛くないか。居酒屋のお通しならわかるけどさ。お前須田こと勘違いしてねえか。ちょっと腹減ったな。考えよう。それでは出発いたします。ここまで来れば安全だな。じゃあ俺らは自分の部屋に帰るからよ。明日の朝ハローワークの前で待ち合わせしよう。おい、部屋に戻ったら3人で一杯やろうぜ。足立さん、すっかり自分の部屋みてえだな。なんかいいわね。え、何が。あんたたち3人を見てると仲間って感じ。そうか。実は3人ともそんなに古い仲じゃねえんだけどな。まあ男ってこういうもんよ。よし帰ろうぜ。サイコも夜道は気をつけてな。大丈夫だよ、あいつなら襲われても追い返すぜきっと。まあね、襲ってくるやつがかわいそうって話。間違いねえ。じゃあな。あのよ。あれ、忘れ物？なんか私預かったっけ？そうじゃなくて、あの、うちはすげえ狭いし汚いんだけどさ。え？そんな部屋でもよけりゃ来ねえか？いいの？おお、その代わり後からやっぱ汚いから嫌だとか言うなよ。あんた優しいんだね。ん？なんでもない、ありがとう。